どうも、なおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はウェルチを使っていきます。私のベストメンバーですけども、プリシス、クロード、ディアス、エルネスト、この4人だったんですけども、装備を整えたウェルチを入れたことによって、こっちの方が使いやすいかなぁとちょっと思いました。これウェルチね、本当にね、強いとは思ってましたよ。でも、ここまで強いかっていう風になったんですよね。武器は間違いなくこれ、刺し棒いくぞオラですね。これ間違いなく強い。で、これに、ルナティックピアスですよ。これ。で、ルナティックピアスを入れるだけで、攻撃力が結構高いので、カンストします。で、もう一枠に、バーサークリング。これを入れる感じですね。で、刺し棒いくぞオラは効果で、男が3人いると、必中になって、ひるまなくなって、攻撃力プラス3000。やっぱり必中とひるまないっていうのが、ポイントなんですよね。連続ビンタを当てやすい。とりあえず戦ってみましょう。それでは行きましょう。とにかく連続ビンタをするだけ。はい、おしまい。早い。これ難易度、最大なんですよ。ユニバース。最大で、このスピード感で倒せるっていうのが、すごい。これ、プリシスよりも、やっぱり火力は上なんですよね。どっちともね、使い勝手がいいので、どっち使うか悩むな。この連続ビンタ、どれぐらいダメージ与えてるんでしょうかね。ちょっと、試してみましょう。一発でどれぐらいいく？あ、50万。50万だわ。ということは、リンクコンボで2発撃つから100万だわ。なるほど。こりゃ強えわ。はい。ということで今日はウェルチを使ってみました。ウェルチは間違いなくルナティックピアス、バーサークリングと刺し棒行くぞオラ。この3つをつけて男性3人と組ませるといいです。これもそうだな。悩む。ウェルチを使うか、プリシスを使うか。まあ、好みですよね。ウェルチはもろに近接で、プリシスは遠距離。どっちとも火力が出るけども、ウェルチの方が強い気がします。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。